水と緑に彩られた惑星ハイデリン。その豊かな星は母なるクリスタルの加護によって生きとし生けるすべてのものに永遠にも思える繁栄をもたらしていた。世界最大の大陸三大洲の西方に位置するは神々に愛されし地エオルゼア。クリスタルの恵みに彩られたこの地で人々は歴史という名の足跡を刻んできた。だが永遠に続くかと思われた繁栄の時代もやがて終焉を迎える。時に第6西暦1572年エオルゼア中央部カルテノー平原、大陸全土の支配を目論む北方の大国ガレマール帝国の軍勢とエオルゼア三都市同盟軍との間で壮絶な死闘が繰り広げられた。ガレマール帝国の仕掛けたメテオ計画により月の衛星ガラガブが大地へと落ち、その内部から出現した古の蛮神バハムートが世界を焼き尽くす。人はこれを第七霊祭と呼んだ。そして5年の歳月が流れた。エオルゼアの地は死に絶えていなかった。恐るべき最悪の爪痕残る世界にはたくましく生きる人々の姿があった。災いが呼び覚ました大いなる謎と危険が待ち受けるこの世界で、それでも人々は新たな歩みを始めている。神聖の時代第七西暦へと向かって、そして今日もまた新たな冒険者がエオルゼアの大地を踏みしめる。他の者の旅路に幸あれ。冒険者に母なるクリスタルの導きがあらんことを。
エオルゼア最大の森林地帯、北栄の森。この地を領する都市国家グリダニアは、森の都と謳われる誉れ高き古都である。巨大な木造建築物と無数の水車によって形成された町並みは、国営の森の木に抱かれ守られているという。零細から5年、復興に向けて動き出したこの都市に、今一人の冒険者が訪れようとしている。今はまだ己の運命を知らぬ者。神々に愛されし地、エオルゼアの歴史に名を残す者。この冒険者の長き旅は、森の都グリダニアから始まる。
Thank you.
ありゃ先客だ。その切り株に剣を刺したのは君？やっぱりよ、そういうの。私たちも前にひどい目にあったんだよね。ちょっと飛空艇を落としただけで魔物に囲まれちゃうし、不審者ってそれを食べちゃうくらいでっかいプレートに追われることになるし、全部パパリモのせいなんだけどさ。違うクポ、この人じゃないクポ。クポロコップ、この人知ってるの？この前チョコボキャリッジでご一緒したクポ、覚えているクポ？どう？やっぱおかしい？さっきと同じ。この場所のエーテルはかなり乱れている。しかもごく最近に。ポロコップの言うように君がやったんじゃないとしたら、誰がこんなことを。国営の森は5年前の第7連載からこっち、こういうことに敏感なんだよね。だからエーテルが乱されると、ほらね、こういうことになっちゃう。しかないか。
聞いて、感じて、考えて。クリスタルを手にし者よ、星の声を聞く者よ、我が名はハイデリン。星の秩序を保っていた断りは乱れ、世界は今闇で満ちようとしています。闇は全てを蝕み、全ての命を奪う存在。闇に屈せぬ光の意志を持つ者よ、どうか星を滅びより救うために、あなたの力を。光のクリスタルは闇を払う力、世界を巡り光のクリスタルを手に入れるのです。あなたの力、意志を持つ者よ、どうかあなたの力。エーテルにでも酔ったかい？急に倒れ込んでびっくりしたよ。なんじゃこれ。イクサル族の軍長クラスだ。こいつの仕業か。しかしこんなところにまで侵入してくるなんて、何者かが先導してるって情報は本当かもな。こちらパパリモ。大丈夫？エーテル酔いはもう冷めた？軍長クラスだ。あ、そうだね。エスミアに協力を促しておくよ。なんだ？大きなクリスタル？心配ご無用。何の話？了解。更新終わり。グリダニアにいる角巫ことのエスミアにこのことを知らせてくれるかい？僕たちは一度報告に帰るよ。わかった、クポー。それじゃあ、僕たちはここまでだ。そこの剣を引き抜いて、錬兵所の人に届ければ。
何かわかるかもしれないよ。じゃあね。あれ、もしかしてさっきの冒険者、クポロコップのこと見えてた？今さら？さあどうだかね。じきにわかるかもよ。いろいろとね。いろいろか。私も気になってることがあるんだけどね。深いね、その言葉。お前が浅いんだよ。